皆さん、こんにちは。セパロ修道会の山内神父です。カトリック入門の第109回で、今日は教皇フランシスコのことについてお話をしたいと思います。教皇フランシスコは1936年の12月7日、アルゼンチンのベノサイレスに生まれます。本名はホルヘ・マリオ・ベルゴリオと、 言いますイタリアのマルシュからアルゼンチンへ移民した家族で、お父さんのマリオは鉄道会社の会計士、お母さんはレジーナ絞りで主婦の仕事でした。マホルフェは5人兄弟、姉妹の長男とでした。1957年、科学の 学士号を取得した後、被災になるために、ミツテラ・デボート神学校に入学していきます。1958年の3月にイエス会の修練に入り、1960年の3月に発生癌を戦立いたしました。その後、1963年、チリのサンチアゴで教養課程を修了後、 アルゼンチンへ帰国します。サン・ミゲルのサンホセ神学校で哲学の学位を取得し、文学と心理学、その後、ベノサイレスで教えるようになります。1969年の12月に主催に除外されていきました。まあ、その後、1970年に、 サンホセ神学校で神学を習得し、1973年4月22日、イエズス会での最終誓願を成立していきました。1973年ちょうど同じ年の7月31日に、アルゼンチンのイエズス会管区顧問を経て、イエズス会の管区長に就任していきます。確か36歳ぐらいだったと言われます。 まあその頃は非常にこの社会的に不安定なそういう時世であまりみんな環境になりたくないそんな時代だったと言います。そんな中で36歳で彼はその養殖を引き受けていきました。環境の職の後1980年にはサンホセ新学院の院長に就任いたします。その6年後、 進学博士号取得のため、ドイツに留学していきます。研究テーマは、ローマのグアルディーニについてでした。まあ、その研究をしている間に、本国の上長の命令で、えー、上級職就任のため、アルゼンチンに帰国するように要望されていきます。なんとなく、こう、中途半端に感じたのかもしれません。 ま、その後、コルドバの教区で司祭として死亡活動に励んだり、また、霊的指導の仕事をしたり、調剤司祭として数年間死亡活動に従事していきました。まあ、この時に多くの信者たちと接したと言えるでしょう。1992年5月20日、ヨハネ・パウロ2世によって、ブエノサイレスの補佐主教に任命されます。 アントニウス、クラツィアの水教の下で働き、そして6月27日にこの水教によって主催に除主教に除海されていきました。その翌年の12月、上野サイレス教、大主教区の主教総代理に任命されていきました。まあ、それだけみんなの熱い信頼を受けたと言えるでしょう。 1997年の6月、ベノサイレス大司教区の共同司教に任命されました。共同司教ということは、えー、継承権のある司教です。その1年後、クラチアの説教がなくなり、その教区の継承、まあ、教,教区の継承ということでして、1998年の2月に、ベノサイレス大司教区の大司教となっていきます。 まあその3年後の2月に、ヨハネ・パウロ2世によって、崇教に信任されていきました。2005年のコンクラーベに参加し、この時には、ベネディクト16世が教皇に選ばれていきました。まあこの時に、彼の名前も相当上がったと言われます。2013年の2月に、 教皇ベネディクト16世が引退を表明し、2013年のその年の3月13日、新しい教皇に選出されていきました。イエス会の主教ではあったんですけれども、名前として、教皇の名前として、フランシスコを選んでいきます。フランシスコのように貧しく、そしてまた失踪に生きること、これを一つのモットーにしたことでしょう。 初めてのラテンアメリカ出身、初めてのイエス会出身、初めてのこのフランシスコを名乗った教皇と言える方です。2013年の4月にローマ主教として着座し、6月29日には最初の会直、信仰の光を発表していきました。これはベネリット16世が残した草案を引き継いで、 完成していきます。7月にはイタリア最南端のランペドゥーサ等を訪問していきます。まあこの島にはアフリカの方からたくさんの難民たちがこう漂着する。そういう人たちをこう励ます意味で最初にこの島を訪問していきます。7月22日から29日。 ブラジルのリオで開催された世界青年の日に参加します。また9月22日にはサルディニアのカリアリエ死亡訪問をいたします。何かこう豊かな街というよりも非常に貧しい、そしてまたいろんな問題を抱えている、そういうところを率先して選び、まあ彼らを本当にこう励ます。そういう意味でフランシス、アシジノフランシスコの 精神を本当に大事にしながら生きた教皇と言えるでしょう。10月4日に足樹を主木訪問いたします。その次の月には、首都的勧告福音の喜びを発表していきました。まあ、この中には本当にこう、教皇の思いが熱く語られているし、私たち一人一人が、 この信仰の恵みをどういうふうにこう喜びを持って感じ取っていくのか、そのことが強く語られています。2015年の5月には、え、環境問題を取り扱った会直ライブアウトシー2016年の3月には、家庭のことについて取り扱った人的勧告愛の喜び。また、2018年の3月には人的勧告 喜びに喜べを発表していきます。まあ、その後、2019年の11月23日から26日には日本を訪問いたしました。教皇にとっては長いことを本当にこう日本を訪問したいという夢がかなったところと言えるでしょう。日本の教会のためにも本当に勇気づけ、そしてまたあみんなにこう 温かいメッセージを送ってくださったことがとても印象に残っております。まあ今日は今日こういうフランシスコのことについてお話をさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしております。